ただいま。何か興味をそそられるものは見つかったかな？気にすることはない。錬金術の道具ばかりだし、日常生活で使うことはないからね。とにかく急いで次の研究に入ろうか。異なる世界には大きな違いが存在する可能性がある。例えばテイワットでは、神の目を持つ者は元素力を使える。しかし、ただ一人のみが元素力を使える世界、もしくは誰もが元素力を使える世界が存在するかもしれない。だから元素の他に、君はこの世界にない特殊な力を持ってはいないかな？それとも前みたいに実験で検証する必要があるかい？いやいや、今回は簡単だよ。そこに柱がある。念力でそれを折ってみてくれ。すでに試したことがあるのかい？ふん、そうか。それが普通だろ。なんでがっかりしてるんだ。そうだ、元素力で料理したことは？調理ではなく、元素力を料理に入れるんだ。それで料理が美味しくなるか気になるよ。それとも食感が変わったり増殖したり。他人が気づかないところに好奇心を向けると新たな発見があったりするんだ。バター魚焼きを作ってほしい。これは僕が用意したレシピだ。準備ってのはレシピのことだったのか？僕は普段よくこれを食べるんだ。だから実験としても料理としてもいい選択なんだよ。絶対にお腹空いてるだけだよな。でも美味しいものを作るならオイラは反対しないぞ。おうおう、さすがオイラの相棒だな。では頼むよ。実験結果を楽しみにしてる。食べきれない場合はティマイオスも呼んでくるといい。オイラがいるからそんなの心配ないぜ。